せーの恋愛節,恋愛節こんにちはこんにちはこの番組は恋愛作家の店長と議事恋愛の先生さらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします最後までお付き合いくださいでもう最近ずっとあのあれなんですよねあのー、適当なんですよね <laughs> 全然ネタ考えてきてない <laughs> 適当って自分で言うんだね <laughs> これはねあのー、<laughs> 包み隠さず全部オープンにっていうのがあれなんだけど <laughs>、はい なんかもうね年末じゃん。はい。もう11月ももう終わりますよ。はい。で来月12月じゃないですか。はい。で12月といえば何ですか。やっぱそういうモチャブレあるんすね。れはモチャブレ。話すネタがないからな。12月は年末で。はい。あマクリスマスとかですか。そですよね。はい。クリスマスはちなみに予定は？ないですね。何回？仕事ですね。何回？休めこの時は。 <laughs> クリスマスだからね、<laughs> はい、クリスマスなんだよね。はい、でクリスマスに向けて、はい、まあ我々も一応なんかクリスマス大きな行事っていう行事っていつも見てないんだけど、はい、予定がないから、はい、まあ年々なんか仕事ばっかやってる中、<laughs> サンタさんも来ないしね。そうそうそう、もう遅いんだからね。遅いにあのプレゼント渡してもねっていうところあるから。<laughs> <laughs> で一応なんかやっぱクリスマスだからっていうのもあって、はいはい、一応我々のこの特番をクリスマスの間近で、うん、えと12月の21日の土曜日ですね、うん、はいで、まあ、特番の方をやります、うんはい、でこれ一応まあクリスマス企画的な番組構成にしようみたいな、うん、クリスマススペシャルみたいなそうそうそう、うん、そんな感じで一応考えていて、はい、で先生が、はい、えっとトナカイ役 店長がサンタさん役？ああラジオで伝わるかな。あ多分でも雰囲だからね。あの絵でちょっと伝わるでしょ？トナカイって何どんなどんな鳴き声だった？わかんないラジオだったら鳴き声出さっていけんでしょ？いやなかなくてもいいよ。とりあえずあるの頭にシャンペン両端に2本刺してればトナカイでしょ？またチープだな。やるならもうちょっと頑張った方がいいんじゃない？木の枝くらい持ってきた方がいいんじゃない？ないじゃそうだな。っていうのをちょっとやろうかな。 でえっと一応ですねゲストが前回のスペシャル同様えっとキャンさんとコアラさんでもこれも OK 頂いてるので準レギュラーですからね準レギいことを決定してますのでその中でまた5名でちょっと茶番やりながら恋愛語ろうぜみたいなねそういうのを持っていきたいなって思うんだけど今回が2時間なんよね番組自体がだから2時間何しゃべる <laughs> 恋愛話でしょ。トナカイなのに。<laughs> トナカイの恋愛かも。トナカイどんなやって泣くのかわからんけど。<laughs> 犬だったらワンワンワン,ワン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 ってずっと言ってるんでしょ。<laughs> <laughs> サンタさんはどんなやって喋るの。<laughs> サンタさんはもうひたすらチョコレートあげ続ける女の子に。<laughs> 喋ってないさ <laughs>。喋れんだろう <laughs>。どっちも喋ってないさ <laughs>。<laughs> だからね、ちょっと2時間っていうのが若干不安で、うん、今回 2>,、はいはい、2時間どんなって喋ろっかなっていうのを。うん いいろいろと考えてるんですけど、はい、まあなんか一つちょっと大きな企画コーナーがあってそれをなんかちょっとメインでやっていこうかなっていうまだちょっとあのー、これ幼なかったね今タイマーな、はい、今何分喋ってるか分からんな、うん、タあもう3分 <laughs> はい分かりましたあちょっとねそれでちょっと時間が気になったから脱線して分からなくなったでえっとそれで一応この。うん 近くなって何、はい、ですかね前もってちょっと企画のテーマとかも発表していってでツイキャスからも前回同様にちょっと参加できるような感じで仕上げてもしなんかあのー、あまあいいやないからいいか。 <laughs> この番組の人来ないからな <laughs> ああだからなんかもしなんか企画これやったでしょないね当日に来たけどそれに前もっては来なかったさ <laughs>、うん、前もってあっ<ー>前もってねスペシャルこの日にやりますよって言ってその前にメールは届いてなかったでしょ ということは今ここで何かやってほしいのとかこういうの話してほしいのを募集しますって言ったところで来ないよね。最近ひねくれごめんなさい。じゃあえっとちょっとなんかねあのある程度喋ったんでえっと番組の紹介をしていきます。はい,はいえこの番組は毎週土曜4時30分から5時までの30分番組です。 実際は収録放送のため、リスナーさんとは時間がずれていると思いますが、ご了承ください。番組の内容としてはリスナー参加型となっており、コーナーをメインとし、皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っております。もし時間が余れば空気を読まず、店長の恋愛節をダラダラと話し、エンディングにバトンを渡していきます。笑いも恋バナもアッパースイングを狙っていきますので、皆さんからたくさんのメッセージをお待ちしております。 メールアドレスは七九七アットマーク fm ギノワンドットコムまで送って頂戴。これ CM 行く前に、はい、なんかこれこの上の今読んでたやつ、はい、あれもそろそろ変えないとなーって思ったんだけど、はい、はい。じゃあそれでは CM でーす。<laughs> <laughs> 軽自動車の時代。長浜モーター、スズキの新型ソーリーほか。長浜モーター、ギノワン中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印。軽自動車のスーパー。長浜モーター。レブシ。あ、来ましたい。店長、いいラジオ番組がありますよ。どんな番組かな？<laughs> 陽気な運さんお二人が。 恋愛観を棒読みで語りながら笑っている番組なんだ全然伝われねえな <laughs> 恋愛武士は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です誰か聞いてー ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね 続いてはメインコーナー恋の妄想イエーイ前回遅かったのかタイミングまあいいやこのタイミングはどうでもこのコーナー良くねえかここで反応がある時点でまあ俺の中で百点かなって思ってるからありがとうございますわかるよね次この文章を読みながらそっちにもう一個振るところがあってそこをなんて答えるかはい以外でちゃんと考えておいてよ 大丈夫あるんですねあり <laughs> 毎回送ってるでしょ <laughs> ちゃんとねはいじゃあ行きます、はいえー、毎回アドリブだけどな行 <laughs> 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 くよ <laughs> はい <laughs>、はいえー、このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として、はい、我々二人がお題に対して答えていきますその後答えた内容を石坂さんにえ選んでもらい良かった点悪かった点について議論し恋愛武士へ出世してもらうコーナーです。 ただし、このコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。 廃止となりますんで今オウム昔した今いや今「はい」が言えよって言われて頭回らなかったんで誰がハモれってこういうのもいいかなと思っていらんわ強調しようかなと思っていらん廃止となりますと強調したところで廃止になるからな何が正解だわけとかなんか面白いのをぶっ込めそうじゃない廃止となりますで 止めてるさね、はい、でここでなんかちょっとボケに持っていけるかなっていつも思うんだけど<ー>でも俺もそれを真剣に考えたことないから分からないんだけどね、はい、正解がね。 続きでお願いしますなんて <laughs> 続き読んでください <laughs> <laughs> なんか面倒くさくなってからな <laughs> 早く進行指令みたいな感じだね今なまあいいやえっとでえっとあまあその下はもう通常通り、はい、あり省略させていただいてるので、はい、その下もちょっと考えたいんだよねメールがないじゃあメールがなければ、はい、じゃあ次は何を聞いてる人に求めるかって考えた時に。はい やっぱりツイキャスやらないとこれ以上求めきれないんで行き着いてるんだけど <laughs>、はい、なんかやっぱ俺らの今のこのなんだろうな <laughs> あのお金を稼ぎながらこうやってラジオをやるっていうこの環境ではやっぱちょっとツイキャスは入れにくいかなって思ってて、はい、だからそこをまたちょっと違う路線で改善できんかなって思ってるんだけど、はい、なかなかなくて。 その下の文章を考えてませんみたいなね、うん、何の話してたっけ今 <laughs> ああ。今なんか別にこの話しなくてもよかったんじゃない。省略について、ね。あ,あ、省略について、<laughs> あ,あ、そうですね、はい。で、まあ、なんか、そこら辺も含めて、うん、あ、いや、何でもない、えっと、じゃ、次行きましょうね。<laughs> えっと、で、じ喋れるさ、時間余らないさ。じ <laughs> ゃ <laughs>、あと九分じゃな九分もあるんだよ。ゆっくりでいいよ。で、えっと、前回が。 リゾートホテル計画でしたねそれで願い事して、はいでまあ、願いが一緒だったかどうかはその後はご想像にお任せするんですけど、はいでまあ、その後ですね、うん、その後のシチュエーションで,、はい、で今回のお題が冬のデートプランになっております。うんはい で条件が、えー、っとクリスマスを感じるような、まあ、デートプランを、はい、あの棒読みで説明せえみたいなね、はい、そんな感じになっておりますで、えー、っと一応自分が考えたシチュエーションを、うん、とりあえず読んでいきますね「はい、えっと散歩も終わり部屋に帰ってきた2人は映画鑑賞や音楽を聴きながら楽しい時間を過ごしました」「翌朝チェックアウトの時間だよ」と彼女の声に僕は起こされました。 2人でドタバタしながらどうにかチェックアウトの時間に間に合いホテルから出ることができました彼女は笑顔でこの後のデートプランはお任せしますと言われた僕はデートプランを考えて車を走らせましたではどんな場所へ連れて行き彼女を喜ばせますかまたあなたが選んだ冬のデートプランを長文で表現してください <laughs> ですねどうした 長文いやでもねこれもともとのこのお題が今回我々番組のヒロイン石坂さんがデートプランっていうのを我々がちょっとね来週のお題考えてないからあげてもらったから我々もじゃあこれは必死で考えようぜって一応この時の収録は思って外に出たんですよ。そそのの後ですよねふんなり <laughs> 結局中身のない感じでねもう出た瞬間店長車にひかれるしねその後病院だしね <laughs> 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 俺どこ骨折したのかな <laughs> 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 まあいいやえっとあと7分なんでえっとじゃあ早速 <はい S 1> えっと店長が考えた <はい S 1> まあ 冬のデートプランで今回「自分」とか「私」とかっていうのはあれも A 級保存版にしてるんで多分あれ楽しみにしてたのにこれリスナーが「ええ」って言ったらまた復活させるけど多分リスナーの声今俺代弁したんだけどなリスナーからメール来ないよう代弁できるのそっちもなはいじゃあえっと自分のテーマです今回のデートプランの「冬の映え」ですねインスタ映えがあるじゃないですかこれを なんかだ大丈夫ですよ。なんかいつかその笑いが異様に反応しすぎた<う>あれだみ、ま、たこいな。なんかやるなみたいな。またなんかやるなみたいな。ええ <laughs>。またですよ。あの毎回毎回ぶっこまるんですから、ね、<laughs> 俺芸人じゃねえんだからよ。そ <laughs> 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 んなことするか。<laughs> で、えっとまあね、あの、はい、車を走らせて、はい、で彼女と出て、はい、一番最初に向かったところが、うんえー、ケンタッキーです。 冬でクリスマスだからやっぱなんかケンタッキーかなと思ってとりあえず朝飯食ってないんでケンタッキー食べに行って朝飯食ってないんだねホテルにいたのにだって今起きた感じでしょあエッセーシ声ンの内容がね起きてって言ってで もう早く行くよってってから何時まで寝てんだよ朝日午後半でずっと寝てたんだねでえっとおいすいませんそれでえっとケンタッキーについてで彼女がああカーネルサンダーだって言ってカーネルサンダーじゃないカーネルおじさんかカーネルサンダースサンダースだよなサンダースですよね俺も不安になったけどサンダースと一緒にまず一発目の冬の映えです あ二十んで三名間にカンーカーネルサダスを置いえええ俺を間に置いてよ。俺が真ん中になってあの一が想像できる。お父さんと彼女はあの両両なんていう両脇にいる。どこがまげてるんか。主役誰かって話よねまずね。でそれを取ってであのテナッキーの注文でハートのあのチキンをお願いします。 っってていう感じで行彼女が「何言ってんのバカじゃないの」っつって「10ピースで」っつって、うん「いや10ピースも多いだろ」みたいな、うん、こんな茶番を繰り広げながらケンタッキー一応飯食って <laughs>、うん、でその後自分が向かったのは森のデコレーションでこれ一応妄想なんで実際ないと思うんすけどあのクリスマスツリーの木があるじゃないですか。が何て言うかなこの森のデコレーションってちょっとしたなんかあのー。 ゴルフ場みたいな大きなこの敷地にこのクリスマスの木をいっぱい植えてあっ そこに入場料とあとデコレーション用のグッズも全部お店が準備しててそれもちょっとレンタルしてその料金を払って自分の飾り付けのグッズを選んででで飾り付けをきる彼女と一緒にどんな飾り付けにするみたいなそれを楽しみながらいざそこに出て庭に出てどの木に飾ろうかみたいなっていうのを一緒に選びながら飾り付け をして、うん、で飾り付け終わった後に、うん、あのー、そこら辺に掃除してるおじさんおじさんちょっと来てみたいな、ね、<ー>ちょっとこのこの二人写真撮ってよみたいな、ね、<laughs> やっぱ茶番は入るんだも <laughs> <laughs> ちろん <laughs> 俺真剣に語るの苦手だからね <laughs> ねここで一応映えってねこれが二回目の映えですね、うん、はいね、うん、えー、っとまあそういうのも楽しみながら、うん、ね でそれで一応外なんでうん、うん、やっぱ若干ね、うん、彼女がちょっと寒いとかっていう感じで冬だからねそうか寒いかみたいな、うん、で俺が抱きついたら多分なんか警察に捕まりそうだから <laughs> 俺が入ってるものを <laughs>、うん。 あの貸してあげるみたいなね。彼女なのに通報される。よだれが出てるからな。あ、そうだったね。あのあたからみたいに通報されてるときずっとよだれ出てるみたいな。結構喋ったら今何もわかったから。でちょっとあのあれだね。あんパンマンちょっと流すような感じで読もうね。でその後に行ったのがえっと乗馬。今度はトナカイをイメージして乗馬体験。でトナカイに無理やりあのトナカイの角あ馬にトナカイの角貼り付けてから彼女を乗して馬える。 ちょっと大きいいトイだななみたでかいなみたいな。でそれ終わったにまに日が暮れて夜食は鍋ちょっと寒い思いしたから鍋に連れて行って2人ちょっとねラブラブの感じであったかいものを食べて最後は本来冬だったらイルミネーションなんですよ。でもイルミネーションじゃなくて自分が最後に選んだのは夜景が綺麗なスポット壮大なるイルミネーションっていうのに あの重ねてそれもありよねそこで最後彼女と2人並んで「はい、やっけー綺麗だね」とかって言いながら、はい、やっぱ無言にちょっとなっていうかなんか無言に仕向けて、うん、で最後にちょっとコメントを言うっていうコメントの部分を最後読みましょうね。じゃあ「ちょっと無言にやったて」でちゃんと聞いてよ。はい なんか言や,んや。いや無言になった<ー>デーデーって言うから無言になったけど。<laughs> いやなんか <laughs> 入ったなんか言えや。<laughs> 入りにくいな俺が。<laughs> はい、はい、じゃあお願いします。<laughs> はい、でえっとなんか入りにくいな俺もなえっとじゃあ言います。はい。はい、えー。できればどこにも行ってほしくなくて、僕にだけ笑っていてほしくて、僕とだけ手をつないでいてほしい。でもこんなこと言ったら格好悪いし長くなるだけだからまとめるよ。君がずっと好きだ。 でで以上すねこれは一応なんかあのまああんま長く放送とかたれないんですけどあのバックナンバーのクリスマス・ソングの部分をなんか歌詞っぽいなって思ったんだけどそこをちょっとアレンジして全部抜粋してきたらダメじゃんだからちゃんとアレンジバージョンで俺外に聞いててここまでは良かっったなじゃああれだから最後このコメントも。 あのバックナンバーのクリスマスソング、うん、で、クリスマスを感じるように、だから。うん、そこもかけて、うん、バックナンバーからクリスマスソングのこの部分を改良して。 ぶっこみましたみたいなね。<ー>ちょっともうあれだな、ね。喋るせな。はいじゃあ次あの先生行こうね、はい、俺今回危険したいな。<laughs> あれなんで？俺が良かったってこと？それとも俺が悪かったってこと？うん、なんかいかにちゃんと考えてあ一応でも考えてます。ね。ねあ良かったなってあ,<ー>あの個人的には思いますよ。あそうですか。うんじゃ。じゃあじゃその後じゃその上を行くような <laughs> あのね。で結構俺ちょっと今時間尺使いがこれ残ってないよ。とりあえずぶっこんでいこうはい、はいはい、お願いします。はいじゃあ先生行きまーす。はい あのまずまあホテル出てるんか自分の場合はあの<う>朝ごはん食べた後っていう設定なんだけどうん、うん、朝ごはん食べてチェックアウトして、うん、で、まあ、まず車乗ってドライブしながら、まあ、彼女の好きな曲とか流しながら話聞いてこの曲こんなのがいいよみたいな話を。 ででで終わわりすす嘘嘘だよしょ中身がさぎるこれはっていう話をしながら一応まあお昼どうしようかみたいな話してでまあ朝も食べててで前の日の夜もホテルに泊まってるからレストランさね昼間だしちょっと定食屋さんとかでそばとかでもいいのかなというか軽い感じので沖縄は食べに行こうみたいな。 冬だしね汁ももいいねみたいなおじさんか今自分で言ってて思ったなおじさんだわ出続けてでその後とに飯食い終わって飯って言ったらダメだねご飯食べ終わってで次どうしようかってなった時に一応実際前からやってみたかったのがあって陶芸あ陶芸あでもいいねこれ。 なんでかっつったらなんで冬かっつったら夏暑そうさね冬だからちょうどポカポカしていいのかなみたいなだから陶芸を二人で陶芸体験みたいなそういうのを行ってでまあもう薄暗くなってきてそのままイルミネーションが見えるような公園とかに行ってその二人で作ったやつでお茶とかコーヒー飲みながら。 終了ん <laughs> なんか陶芸以外はベタだな <laughs> すいませんねこれマジなやつ <laughs> <laughs> あのーオチがよ <laughs>、うん、何も思い浮かばなかったんだよそう、だから内容が薄いんだったらちょっと茶碗を中に入れないといけないんじゃないっていうね本来はよ、ね、内容が薄いんだったらね <laughs> 俺だから内容が薄いから結構茶碗入れすぎてね時間過ぎてるみたいなね 今回は曲入れる時間ないぜ一応これリアルかなと思ってリアルにまあまあリアルにねまあホテル出てでバタ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 あっち行こうこっち行こうみたいな感じじゃないかなと思ってゆっくりドライブしながら飯食いに行ってみたいなでまあこれ一応お任せしますって言われてるよねああそうそうそううんうんだから一応前からやりたかったのを行こうみたいなで峠へ行って陶器作って でその後イルミネーション行ってコーヒー飲んで帰る。やっぱここが薄いな。あのあれだよな。ただあのあれだよな。二回同じこと言ったような感じじゃないな。なんかなんかないかなって思ったけど何も思いつかないさすがにあの二回同じコメントはいらないですよ。はいはいすいませんでした。はいじゃあ一応とりあえずあのこんなふざけた内容ですけど時間はめっちゃ使ってるんですね今の現時点で。はい。でとりあえず一応評価してもらいましょうかね。はい。で今回の 評価の基準なんですけど石坂さん実際まあ冬のデートプランまあ今のこのストーリーの流れ上どんなデートプランに行きたいかで選んでほしいですよねうんシチュエーションはあんまり関係ないですかねどっちかというとどんなデートプランに行きたいでジャッジしてほしいです今回ははいじゃあジャッジの方の前にドラムロールですねじゃあドラムロール流します 店長。ありがとうございます。ですよね。ですよね。あの、なんか最近よう、あの、片寄りがひどいよ。なんか、あの、あれだよね。あの。ちょっと、差があんまりにも、あれよね。出過ぎてるよね。そうっすよね。で、えっと、多分。えっと、なんか、いろいろと、石坂さんからも、いろいろコメントもらいたいんですけど。曲入れなくても、もう、あんま、多分、喋れないんですよ。ですよね。で、あと、どれぐらいです、石坂さん。 はい16分、うん、4分オーバーじゃあもうそのまま、えー、とエンディングがラスト3分ぐらいはいけるのかな、うん、でえっ、ー、といきましょうねで、はい、ちょっとまああの喋りすぎたら後でそれね収録だから切ればいいだけだからね <laughs>、はい、じゃあえっ、ー、とー <laughs> エンディング心の声が今日 <laughs> <laughs> どんどん漏れてくるね。<laughs> 失礼しました。はい。ちょっとそれを直す気はないんで、そのまま行くんですけど。行くんかはい。えっと来週のお題なんですけど、ちょっと我々のリベンジっていう意味でですね、来週のお題は嫉妬です。男の嫉妬とは。ミシンココーナーパート2です。はい。前回綺麗にあの何ですかね表現できなかったんで、でまあなんか内容。 っていうかんていうかな、うん、我々が答えたいのは、うん、男が嫉妬するとどんな感じになるよっていうのを世の聞いてる女性たちになんかうまく表現して伝えたいなっていうのを今回趣旨としてこのお題を持ってきました。できそ あのあれだよね回答自体は考えきれる時は前回あのちょっと補足が弱かったちゃんともうちょっとこうなんかね<ー>伝え なんでこれをあえて持ってきたかっていうのはねやっぱねちゃんとねの綺麗に伝えたかったからね男のんかその小ささをねそれを女性に分かってほしいなみたいなそう参考程度にそれもできなかったみたいなリベンジだよしかもんかわざと二人とも遅れてくるみたいなねもうちっちゃいな痛いて。そうそうそこがミジンコなんすよみたいな。 同じかよみたいなこはね幼稚園生かねそんな感じでねやったんで前回は「次こそは」っていうなんかスペシャルの前に今の恋の妄想の第2章にちょっと移りたかったんですけどやっぱスペシャルの前スペシャルを超えるまではとりあえず今の感じ今のこの2人の感じをう 保ちながらストーリーリ進めていいきたいんですね、はい、あこのコーナーの中の、ね、コーナーの中のストーリーをね、うん、主人公と、うん、でスペシャル終わった後からちょっと、まあ、今の恋の妄想の第2章に今度入っていこうかなと思ってますが、うん、ガラッと変える予定なんでしょう,、はい、もうガラッと変えていきます、うんうん、そこら辺も今度はちょっとなんかねどっちかといえばなんか男の、うん ちょっと汚い部分をね、うん、うまく表現していこうかなみたいな今ちょっと綺麗だったさね <laughs>、うん、全体的にね、うん、男っていうのはこういう汚い部分もありますよっていうのをもう散歩喋ったかな大丈夫、うん、多分もう喋ってるんじゃないかなじゃあ、はい、じゃあ最後締めて、はい、え俺ああ俺ちょこんだけ喋ってるからね、はい、でコーナー考えなかったでしょあんまり <laughs> コーナー考えなくてすいませんでした <laughs> <laughs> おしまい